のパラプンテジェリーグサッカーチャンネルというところでさあ西野 TD マリノスへというなかなかに、えー、ショッキングなニュースが入ってきましたどうしたもんかねっていうのが最初のね、えー、僕の感想にはなってきますまあいろんな、ね、意見があります昨年、まあ、土田さんがねいなくなって で,で、えー、今回、西野さんも、えー、売られっ子を去るという報道、まあ複数メディアが報道しているんで、多分飛ばしの記事ではないんじゃないかと。 いうところまあ、今のフットボール本部の中心的な人物それがニ区、ね、の、えー、西野さんというところになってきますけどもいやーねどうしたもんかね酒井、まあ、選手とかショルツさんとか、まあ、ヘグモさんとかをウラ列に連れてきたのは西野さんという。 ところなんでその北京この数年間のウラレットの補強、えー、のところとか人事のところは西野さんと土田さんが中心にやっていてでその2人がねこの1年以内半年の間に去るというのはちょっと辛いものがあります。まあやっぱりいろんな声がありますねまあ否定的な声もある中で、えー、なんでこのシーズン途中のタイミングなんだっていう声はあるんですけども。 西野さん的には去るならこのタイミングだったのかっていうのはあって例えばこれシーズン終盤に去ることが発表されたらね例えば10月とか11月ぐらいに、えー、実はもう西野さんやりますって発表 表になるとですけどもねじゃあね西野さん、ウラレッズを最後の最後補強のとこ頑張って他のクラブに行くかっていうと絶対それはないと思うんですね。それこそね、来シーズンの、えー、頭から年明けからマイナスに行きますとかであったら多分年内ウラレッツを強くするような補強は多分西野さんは多分しないんじゃないかなっていうのがあります。だってま来年ね、まあライバルになるウラレッツを強くしてチームを去るみたいなところはないんで。 ですよねえー、3月の第一ウィンドウが閉まってまあもちろん夏場の移籍夏の移籍市場ももちろんあるっちゃあるんだけどもまあシーズン開幕当初の編成を、えー、終えることができたでってとこ今ひ段落ですよね、うん、今年の1年間ウラッツの2024年の、えー、メンバー編成大枠というかまあほぼほぼ終了していてで、まあ、さっき言った夏場に、ね、補強があるかもしれませんがただ、まあえー、まあ無事に開幕を迎えることができたっていう。 中ででで一仕事を終えた上のののこの遺跡の報道なんでまあタイミングとしてはね、西野さん的にも行くなら今しかないというか、タイミング的にはこのタイミングだったんだろうなと、立つとねあ後を濁さずじゃないですけども、最低限2024年の売られしっ進化強くした段階で、マイナスへ行くというところなんで、まあこうね後ろ足でこう砂かけていくみたいなとこではないでしょうし、西野さん的にもね、 何か新しい挑戦がしたかったのかなってのは感じます。まあもちろんマイノスの方がね、いい待遇での、えー、ね、条件提示とかね、いろいろあったんじゃなかろうかというとこですけども、ただまあ人事に関してはね、なかなか難しいですよね。ただまあ選手とかが移籍するのとはまた違うんでね、このウレッツ、ようやくね、そう。 これからまた世界で戦うというところの前、まあ、やっぱり西野さんがもう一回ねウラレッツを来年に向けてですよね世界に向けた戦いに向けてどんな補強をしていくのかって我々楽しみではあったんですけどもねそこで西野さんが去るというのはちょっと一つワクワクが。 減ったかなーってのは、えー、正直なところになってきます。まあ、やっぱりね、このフットボール本部っていうのがもうできて、もう何年かな結構経ちますよね。そこで、まあ、ウラッツ北欧路線とか切り開いたわけです。まあ、こつ、サンタナ選手がね、ブラジル人選手では、レオナルド以来かな、ウラッツ来てくれたんですけど、基本的には北欧とか新しい独自路線を、まあ、このフットボール本部が作り上げてくれて、で、まあ、その中心だったら西野さんとか、土田さんで、まあ、なかなかね、表に出てきませんが、トラリさんとかもね、 トガ樽さんとかもいてというところで、この数年間の裏レッツというところ、裏を背負う責任って何だったんだってねえことをそのやっぱネット上でも裏を背負う責任と言っておいて去るのかってところで、ただまあ人はいずれやっぱ去ってしまうんだよね別に僕はそこに関してはもう何ともえ思わないしまあウラレッツにね過去所属した選手がねウラレッツに来たんで優勝を目指しますって言って 結局、まあ、優勝せずにね去っていく選手もいて他のクラブ行ってねどこどこで優勝を目指しますみたいなことを言う方も絶対これはいるし、まあ、裏に限らず選手ってそういうもんです、まあ、選手とまたね西野さんは立場は違いますけどもただやっぱねいる時今いる時今この瞬間に全力投球は西野さんは少なくともしてくれたんじゃなんか西野さんはって言うと土田さんはってなってしまうんでね <laughs> あれですけどもただみんなねほんと裏やつをその時その時,その時代その瞬間強くしようと僕はね人力を くくしてくれたんじゃないかっちゅうそこやっぱ信じたいし実際まあ優勝こそ AC はしましたがリーグ優勝はね結局まだリーグ優勝っていうのは達成しておりませんだから本当はリーグ優勝とか達成したタイミングでねっちゅうのはあったんですけれどもただもう来季以降は。 えね、シティグループの中の西野さんになるんでその人脈というところをどういうふうに生、ね、かしてくるかというところまあウラレッツから引き抜かないでほしいなーっていうのはありますけどもねただ、まあうんどうなんだ監督が、ね、どっか行けばその監督について移籍する方もいるんですけど強化部の方が、ね、対談とか移籍してねうんその選手を引っこ抜くみたいなところはどうなんだろうな。あんまり この人事のところはね、僕もよく分かんないところがあって、ただ問題は公認ですよね。うーん、それこそ TD、SD が今いないんでね、ここを誰が引き継ぐか、まあ一つはだから堀之内さんがね、昇、え、格、ー、というか、まだ本格的にこの教科のところに入っていくんじゃないという意見もあれば、いよいよ冨張さんがね、表に出るんじゃないかとか、まあありますけども、どうだろうな、だから本当はね、宇賀人がだからこういうところを やりたいはずなんです、まあ、将来的にはウラエットの GM として帰ってきたいですって言って選手として帰ってきてたウガジンが本当は公職に就きたいと、ね、思っているんじゃないですかねそういう意味では、まあ、ウガジン選手兼 GM っていうところはまあ可能性としてはほぼゼロだけどもねただまあねしばらくそこは開くんでね強化部ねまあ今フットボール本部っていうのはね第一次っていうところがまあ終わって で本当、ね、二次第二次政権みたいにフットボール本部も移り変わっていく中でやっぱり、ね、その後任だから本当は、ね、土田さんの後任をしっかり決めた上でで西野さんが浦安、まあのフットボール本部ってこういうところだよみたいなところをノウハウを教えて去るのが良かった、まあ、土田さんにしても西野さんにしても後任を育成して、ね、去るのが一番良かったんでしょうけども多分そこまでは、ね、間に合っていない感じがする、まあ、誰が来てもちいうところには。 なるんでまあ今後長い目で見た時にあの人が来るんじゃないかとか、えー、この人が来るんじゃないかとかパッ と思いつく人で多分何人かみんなえいるんじゃないですか外部からで言うとね、例えばね、えー、先日徳島をねお辞めになられたあの方もね、まあ、えしっかりとした路線とかね、えー、持ってる方にはなってきます。その一貫性ある方で言うとあの徳島をえ、ね、辞任された某、えー、あの方になりますけれどもね。とか、あとはだから、ウ裏ツ関連で言うと、水戸の GM さんとかもね、えー、確かウラレッツの元選手だった西村さんですよね、今,ね、まあ、今もかな。とかで、結構、 結構このね日本っていうかどうなの海外的にはサッカーにこう GM とかねこうテクニカルディレクターとか、ね、そういうのなんか、ね、本当にこう合うのかとか言かねたことありますけどもただ、まあ、本当ね僕は 正直感謝の気持ちが強いかな仮にこうシーズン中の移籍になってもそういうまあ不条理じゃないけどもねこうねほんと大きな一つ編成中ね24年度の編成を、えー、終えた上での、まあ、対談もっといってほしかったしねそこを楽しみにしていたけどもただ、まあ、やっぱ止めることはできなかったんだろうなっていうところとまあねえ まあ、こうこうね、難しいよな。感謝はしてるし、どうなんだろう。意外と冷たい反応のが多いのかな。ただ、まあ、こういうこと、人事に関しては賛否いろいろあるんでね。で、やっぱその人が、その人にどういう感情を持ってるか、否定的な、いや、やっぱ西野は許せないよちいう声があっても、それやっぱその人のサッカー感とか、まあ、印象とかになってきますんでね。それやっぱ、それはそれでまあ尊重すべきなのかな。否定的な意見に関してもね。え,えそういうとこなんで、僕は否定的な意見に関しても否定はし しないしまあ、うんまあ、僕みたいに前向きに考える人の意見も、まあ、そういうのもあるよねとか、こういうのもあるよねってところで、まあ、一つの意見としてね、うん、あるんで、まあ、人の感情っていうのはね、どうしようもないんでね、それはまあ、どう思おうかってところになってきますが、個人的にはね、ほ、うんまあ、ね、これまでウラッツでね、ほんと、強、え、化、ー、されて、本当お疲れ様でした。多分ね、TD とかの遺跡なんでね、多分こう、対談セレモニーみたいなのはきっとないんでしょうけども、ね、 まあねえどうすんだろうなほんと今後えフラッツねほんと夏場の遺跡はまだ残ってますからそれこそね言うてねん夏場の遺跡誰が中心となっていくんでしょうかねまあそう,いうこと堀之内さんとかどうだろう西野さんが正式に辞めるって発表になったら後任の名前がね上がるのかなーってのはありますしもしかしたらただね僕あまり海外からねテクニカルディレクターとかダイレクターかダイレクターかとかなんかね この辺 TD を連れてくるとかはあんまりどうなんだろうっていうのが。 あっってやっぱ J リーグなんで日本での人脈持った人がいいし日本人でねえ日本人のこと知ってる J リーグ知ってる方がそこにいてでその上で海外とのコネクションがあればいいまあフェイエノートとかウレッツもね提携してますんでまあフェイエノートに誰か日本人でねそういうことやれる人いれば一番ね一番いいのかもしれませんけどもどうなんだろうな誰がなるかうん僕はあんまりこう今度ね海外との提携とかはいいと思うんだけどもそのまま外国 日本のまあ教科部に入るっていうのはあんまりどうなんだっていうのがなんかねまあ,うんまあ差別的な意識じゃないけどもねってうのがあるんでまあやっぱ J リーグを昔から知ってるまあある程度の年齢的にもねえまあ40代以上の人とかなんかそういうことがもしかしたらいいのかもしれませんけど本当ねそこは J リーグやっぱ日本人中心のリーグにはなんだかんだでなるんでまあ日本人の方が教科部に携わってまあ J リーグってところを えよく見てる方がね、いいと思うんでさ、誰がなるかと、も、ま、う、あ、本当びっくり、あ、その人がみたいなね、ところもあるかもしれませんし、さあ、まあ、今後動向、人事のところですけども、まあ、ちょっと注目してね、追っていこうとは思ってますけどもね、はい。というところは以上です。以上、パラムテージ、ルサッカーチャンネルでございました。よかったチャンネルござ